こんにちは。この動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、カワセミ探しのコツと題しまして話をしたいと思います。1年半ほど前にですね、カワセミはどこにいるのか、カワセミ探しのポイントと題して、動画をアップしておりますけども、その続編ということになろうかと思います。重なる部分があるかと思いますが、聞いていただければありがたいです。内容はですね、1、としまして、カワセミの特徴、2、生息場所、3、探す場所、4、探す着目点、5としまして撮影事例の紹介、こういうふうな順番で話をしたいと思います。私の顔出しはですね、ここで終わりまして、あとは、声だけ、音声だけで説明をします。最後のまとめのところでですね、再び顔出しをしますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず一つ目がカワセミの特徴になりますが、まあ、これは非常に、まあ、美しい鳥だということはお分かりかと思います。で、空中でホバーリングですね、空中に止まってですね、水面を見てですね、魚がいる場所を探したりとかですね、そういったことができる、大変可愛いですね、野鳥ですね。まあ、実際に見たことがある方はですね、いや綺麗だなというふうに思われたかと思います。このカワセミなんですが、気象的にはですね、かなりですね、激しい性格を持っている野鳥だなと思いますね。まあ、猛禽類とまではいかなくても、そうして他の生き物を取って食べる野鳥ですからね、それなりに荒い気性だなというふうに思います。ちょっと今映します、動画を見ていただければわかるんですが、まずですね、カワセミというのは獲物を捕まえますと、くちばしで掴んだままですね、叩きつけるんですね。下に岩があれば岩に叩きつけて、殺すと言いますかね、そういうふうな行為をしてから食べます。食べてる最中にですね、暴れて、落ちないようにですね、一回必ず石とかですね、周りの、打ちつけてですね、殺してから食べるようですね。これは非常にそれを見たことはもう何度もありますけれども、非常に激しい性格だなというふうに思います。で、縄張りを持っていまして、私の近所の川でしたら、大体ですね、まあ幅がそれほどないもの、小さな川ですから、大体100メートルぐらいのですね、長さの中に、1羽ですね、生息をしているというふうな感じですね。で、季節によってですね、春になりますと、まあ2月ぐらいからでしょうかね、徐々にパートナーが現れましてね、2羽になって生活をしているように思います。子孫を残していくというか、そういうふうな生態を持ってますね。で、秋になりますとまたこれがバラバラに分かれていって、真冬はもう完全に1羽だけでその100メートルの間にですね、生息しているように思います。カワセミの生息場所ですが、まあ、生き物ですからね、絶対に食料ですね、食べないと生きていけません。これは人間も同じですけれども、特に野鳥というのは行動の8割はですね、餌探し、食べるものを探しているというふうに言われております。これはカワセミも例外ではなくて、1日の行動の8割は餌探しですね、何らかの捕食をしているというふうに言われています。ですから、必ずですね、餌となる、小魚とかエビとかですね、そういったものがあるですね、環境でないと、カワセミは生息していません。一般に言われることがですね、サギ類ですね。サギ類が、カワセミが食べるものと同じだというふうに言われておりまして、サギがですね、やってくるような場所ですね、そういう川にはカワセミは生息できるというふうに、言われております。
私の散歩エリアの川にはですね、カワウモをやってきますね。カワウモは水生の、水生小魚からですね、エビや、水生昆虫なんかも食べるんでしょうが、何でも食べますので、非常にそういう意味では食べ物が似ていますね。サギ類は大量にいる、必要はないんですが、時々でもですね、飛来をして、餌場にしているような場所ですね。そういうところはカワセミも生きられる、場所だと。生きる生息できる場所だという考えで良いと思います。それから周りに人が、あまり大勢の人がいるとですね、それほど集まっては来ないかと思うんですが、少々人がいてもですね、カワセミは生息しますね。まさに私の近所の散歩エリアというのは、人も結構ですね通る場所なんですが、その下の川もの方にですね、川の方にカワセミが生息しておりますので、それなりにですね、人慣れもしてですね、生息ができる野鳥ですね。それから音ですね、ある程度、当初音を嫌がるんでしょうけども、だんだん音慣れもするんでしょうね。車の騒音ですとか、そういったものにも、慣れてですね、生活をするようです。この写真を見ていただきたいんですが、これはコンクリートのですね、のところに取り付けられた川に降りていくこの鉄のステップなんですが、ここはですね、もう幹線道路からほんの数メートルしか離れていないんですよ。そんなところにもですね、カワセミが来て止まっていますのでね、騒音なんかが少々あってもですね、餌さえあればそこにですね定着するんじゃないかなというふうに思います。近所のカワセミ、橋の下なんかにもね、よく身を隠すんですよ。どういう人工物があってもそこにですね、慣れてですね、うまく人工物を生かしながら生活をしているんじゃないかなというふうに思います。から探す場所なんですがね、これは大きな川、私の近辺では多摩川がありますけれども、多摩川にもカワセミは生息をしております。しかし多摩川のようなですね大きな川で、特定の場所を知っていれば別なんですが、いきなりカワセミを探しても、なかなか撮影するのは難しいですね。ちょっとこれ、多摩川の川の中にいたものをですね、遠くから撮影した写真があるんですが、こんな風に生きてはいますね。多摩川にもいます。でも多摩川のような大きな川で、カワセミを撮影するというのはなかなか難しいですね。もし近所にですね小さな川がなければ、こういう大きな川でもいいんですけども、大きなこの本流ではなくてですね、ちょっとした大きな川には水たまりとかですね、それから地下の伏流水が湧き出てくるようなこう池状の場所というのが必ずあるんですね。例えば Google マップの写真ですね、 Google マップの写真なんかで見ていただきますと、そういうものがですね結構確認できる場所があるんですが、そういうところに魚が、小魚が生きていれば、そこはですねカワセミのですね捕食場所になっているかと思います。もし大きな川で探すんでしたら、そうしたですね、小さな池のような場所ですね、そういうところを探してみてください。ですから先ほど言いましたように、1と2の特徴の持ったですね小さな川ですね、川幅がそれほど広くないような川、これは人工で作られたような川でも大丈夫ですね。完全な人工の水路のようなですねところは無理かと思いますが、ある一定のですね、自然の草やなんかが生えてくるような場所であれば、生息をしていると思います。小さな川とかですね池に着目をしてですね探してみていただければと思います。探す着目点なんですが、これはですねズバリ糞ですね。糞を探していただければと思います。カワセミというのは同じところでこの捕食、
ダイブして魚を取る癖がありますので、その近辺にはですね、大量にこの白い糞ですねがついていることが多々あります。まあ全く新しいところでですね、捕食することもあるかとは思いますが、この写真を見ていただきたいんですが、こういった人工物のところにですね、壁が白くなるほど糞がついてるんですよ。こういうところはカワセミがですね、捕食をする、ダイブをするですね、場所になっているんだと思います。確かに、ここで何度も私は撮影をしておりますので、この糞に着目してですね、見ていただければと思います。ただしこの白い糞というのは野鳥全般がですね、この白い糞をするんですよ。カラスの糞さえも白いですからね。ですから他の野鳥と、まあ、混同することはあるかと思いますが、カワセミというのは同じところから、ダイブをしますので、その近辺がですねかなり、真っ白にですねなっていることもあります。まあ雨が降れば流れたりしますので、その点はまたいろいろややこしいんですが、まあ一つの着目点として糞に着目して、探していただければと思います。それでは、撮影事例の紹介をします。画面の案内の通りですね、静止画のスライドショー、それから動画ですね、動画はスローモーションでも撮っておりますので、通常の撮影した、動画とですねスローモーション動画がありますので、どうぞご覧ください。いかがでしょうか。以上が今日のですね、カワセミ探しのコツの内容になります。ですね、今日の話が、カワセミ探しの参考になればと思います。もしそのカワセミを探してですね、見つけましたら、これは絶対に、まあ絶対とは言いませんけども、あまり広くですね、あそこにいた、あそこで見つけた、あそこで撮ったとかいう話はですね、しないでいただきたいと思います。撮影マナー、野鳥には撮影マナーというのがありまして、あまりそういった情報をですね、口外をしない、広く PR しない、広く知らせないということがマナーになっております。そういうことをされますと、撮影地がですね、荒れるんですね。人がいろいろなところに踏み込んで撮影をしたり、そういうですね、マナー違反も起こりますし、生息地を荒らすことにつながりますので、ぜひですね、見つけてもそういうふうに話をしないと
いうことを心がけていただければと思います。野鳥たちに配慮をしながら、撮影を楽しみましょう。本日の話は、以上で終わります。最後までありがとうございました。